村のロメオとジュリエットは、フレデリック・ディー・リアスが書いた6つのオペラのうちの4番目に当たるオペラである。作曲者自身、妻のイエルカと共に、スイスの作家ゴッドフリート・ケラーの短編小説、村のロメオとユリアに基づいて、英語の台本を書いた。最初の公演は、1907年2月21日に、コミッシェ・オペラ・ベルリンで、原作のケラーのドイツ語台と同様の、 ロメオウント・ジュリア・ウフデム・ドルファとして行われた。トーマス・ビーチャムによって1910年2月22日にロンドンのコベントガーデンにあるロイヤル・オペラ・ハウスで英国初演が行われた。米国初演は1972年4月26日にワシントン DC で行われたオペラが上演されることは滅多にないが第5幕と第6幕の感想曲。 学園への道はコンサートでよく演奏され何度も録音されている。一部の役名は日本橋オペラ研究会の作品紹介ページ内にある登場人物一覧を参考。オペラは全6幕からなる。あるところにマンツとマルキという農民がいた。彼らはある土地をめぐって対立関係にある。一方、陰鬱なバイオリン弾きはこの土地の正当な所有者で、 あるが、非着室しゆえに法的権利がなかった。オペラの冒頭では、マンツの息子サルとマルティの娘ブレンチェンという幼い子供たちが登場する。ある9月の朝、二人はこの土地で遊んでいたところ、バイオリンきに出会う。彼は土地を耕してはならないことを子供たちに警告し、その場を去る。そこへマンツとマルティが現れて、土地の所有権に異議を唱え、それぞれの我が子を、 相手の子から引き離す。土地に関する訴訟で双方が疲弊するうちに六年が経ち、サリはマルティの荒れた家を訪れ、ブレリに会う。その後、二人の元へ、バイオリンきが再び現れる。バイオリンきが去った後、サリとブレリが一緒にいるところを偶然目にしたマルティは、怒りのあまり、ブレリを連れ去る。サリはマルティを止めようとして、重傷を負わせてしまう。結果、マルティは、 養老院送りとなり、彼の自宅も売りに出される。サリーは、身寄りの亡くなったブレリと再会する。二人は彼らの愛を宣言し、一緒に去ることを決心する。地元の見本市で、サリーとブレリは指輪を購入する。サリーの提案で、二人は、一晩中踊ることができる旅館、パラダイスガーデンに行き、不老者たちと共に酒を飲み交わすバイオリン弾きと再会する。 バイオリンきから自分たちの仲間にならないかと持ちかけられるが、サリとブレリ,リは、そのような生き方は合わないと辞退し、お互いへの愛を妥協することなく、一緒に死ぬことを決意する。彼らは宿を出て、星草の端けを見つけ、それをドックから離して川に浮かび始める。バイオリンきが見守る中、サリはボートの底から線を外し、恋人たちはボートと共に沈む。 ありがとうございます。